ございます。子ども被災者支援法に基づく基本方針の改定案を取りまとめましたので、公表をするとともに、パブリックコメントを行います。今回の改定の趣旨は、現在、線量が発生時と比べて大幅に低下しているなど、支援対象地域から避難する状況ではなくなっているということを踏まえまして、被災者が自ら住居を定め、安心して生活ができるように定住の支援に重点を置く方針を明らかにするものでございます。一番のミソといいますか、は支援対象区域については、被災者がどこに定住するかを新たに判断するためには、一定の期間を要することから、当面、縮小または撤廃はしないということにしたという点でございます。改定案につきましては、7月17日金曜日に東京、18日土曜日に福島で、それぞれ説明会の開催を行う予定でございます。それは この法律の趣旨から考えるとですね、その大体の施策というのはですね、その、避難を選んでも支援するということなので、法律の趣旨としては国が本来やるべきことなのではないかという指摘もあると思うんですが、基本的には福島がさまざまなことを決めていただきまして、我々支援していくという構図になっております。それから住宅あるいはそれから避難の時期等については、やっぱり基本的に帰っていただきたいと、これは福島の強い思いでありまして、そのことを期日を示すことによって促進をしたいという思いがあると思います。これは自主避難の人もそうでない人もに対しても全く同じ思いで、原則として帰っていただきたいと、で帰らない人には帰らない人のへの対応を考えるというのが福島県の立場というか、これまで我々が聞いておるお話でありまして、我々としてもそれはそれでいいだろうと、帰りたい人には帰ってもらうと、帰りたくない人には帰りたくないということを決めてもらうということになるんじゃないかなと、こう思いますが。今回線量が発災時と比べて大幅に低減し、そう、避難する状況にはない、そう、避難する状況にはない線量を教えていただけますか。ちょっと私が細かいことは分かりません。詳細についてはこの後事務方からご説明させていただきます。下がっていることは認識しているんですけれども、どこから避難せずに済む線量なのか、国としてどうお考えなのか教えていただけます。福島県に180万人の方が生活していらっしゃるんです。そのことは福島県としては一番重く考えていると思います。そして大事なことは、放射線量を下がっていく、あるいは除染によってさらに下げていく、さらには帰りやすい生活インフラを含めた環境を整備するといったようなことを、我々は福島県がいろいろ悩んだ末に、2年間で帰還しようと、準備区域とか居住制限区域は帰還する方向で行こうという決断をされた以上、我々としてはそれができるように復興庁として最大の努力をしていくと、帰りやすい環境を作っていく、線量をさらに下げていくといったような作業を続けることが我々の仕事だと、こう思っております。子ども被災者支援法の話は、この趣旨としてはやはり、どのような選択をしてもですね、その支援するというのがこの法の責任があって、例えば福島県が出した、住宅支援策以上のことを国がやっても全く問題ない、もしくはそういう責任があると思いますけれども、それについては大臣はどう思いますか。自主避難の方に焦点を当ててお話になっておりますが、福島県が一番悩んでおりますのはそうじゃないんですよ。それもちろん自主避難の方についても悩んでますけども、本当に強制避難をさせられている方々についてどうするかというのが最大の悩みであります。その上で、その強制避難であるか自主避難であるかということを問わずに支援をしていくと、帰りたい方には帰れるための支援をしていくと、帰りたくない方には帰りたくないという選択をしていただいて支援をしていくと、こういうことになっていくんだろうと思います。強制ではいずれもありません。よろしいでしょうか。はい。
対象地域の確認なんですけど、これ、以前の前回 の、 基本方針の時は33市町村ということでおっしゃられてたんですが、それは変わらないです。区域も変わらないです。一緒です。避難解除されているところは入ってないっていう認識。はい、抜いております。それは変わりません。で、一方でですね、これに基づいて公営住宅の入居円滑化って施策が前回に盛り込まれてたと思うんですが、これが発表さ前回基本方針発表したときは確か対象が33市町村支援対象地域そのものだって話だったんですが、その後確か解除されたところの対象になってるんです。その後国交省の方で、こちらの基本方針ではなくて公営住宅の入居の円滑化の方の施策においては少しずつ向こうは広げているといった状況です。今広野町なんかも対象にはなってます。公営住宅の優先入居の施策の方ではですね。そうすると支援対象地域って一体何なんだということになると思うんですか。20ミリシーベルトを下回るけれども一定の基準以上のところということで33市町村というのを前回の基本方針の中で決めたところでして、その時も申し上げたんですけれども支援対象地域とそれから準支援対象地域相まって必要な人に必要な施策を届けていきたいという方向は一切変わっておりません。ので支援対象地域と準支援対象地域合わせて施策をやっていくという構図です。支援対象地域に基づく施策って何があるんですか。逆に支援対象地域に基づくといいますか支援対象地域の人が対象になっているものは全部で120ぐらいあります。そこで支援対象地域というのはその120ぐらいの施策が全て適用になっているという地域です。例えば広野町なんかですと母子避難者の高速道路無料化みたいなものは行っておりません。その支援対象地域について20ミリシーベルトよりも低く一定の線量よりも高いというふうにおっしゃった一定の線量についてもう一回ちょっと整理していただけると、はい、考え方は全然変わっておりませんで今回の方針でも書いておりますが8歳時に20ミリシーベルトの避難指示が出たところと連続しながら相当な線量が広がっているところでそれに対し社会的な具体的にはですね本体の本文の2ページから3ページにかけて記載しておりますけれども地域の20ミリシーベルトは下回っておりますけれども20ミリシーベルトに達する恐れのある地域と連続しながら相当な線量が広がっていた地域でそこの地域の社会的経済的一体性も踏まえて支援対象地域というものを決めました。この考え方は前回のものと何ら変わっておりません。施策を網羅的に列挙するのをやめたっていうんですけども、そもそも網羅的に列挙したもの自体が、言葉は悪いけれどもあんまり既存の政策をまとめたもので、法律を作った人たちからもこれじゃ足りないんじゃないかって指摘があったんですよね。これは概算要求の時にもう一回ある程度列挙という形なのかな、そういうパッケージにするってこと。はい、まとめます。今施策一覧でまとめているものがあります。それを今回の基本方針に沿った形でもう一度まとめ直すというイメージです。はい、2年後だったら十分分かってるんですけども、この健康性の部分でこれ重要なもの、被災者の関心が高いものを期待というのは主に4つですよね。でここの書き方がですね、それぞれ個別に対応していきますよっていう感じなんですよね。いわゆる住宅確保は県をの動きを見てます。放射線のやつは環境省の有識者会議の結果を持ってやってますというふうにですね、なんかやることを逆に限定しているような感じに受け止めるんですが、それどうなんですか。特にやることを限定しているといったことはございません。はい、関心が高いだろうということを書いてあるだけです。はい、住宅確保大対策についてこれ国の方でですね、これなんかその厳しい意見を受けてですね、やるという考えはないんですか。福島県が今のところやるということで、中身はよく分かりませんけれども、国の方としてはこれ支援法としてはこれ国がやるという責任を定めた法律ですよね。これそれについてその国の方として福島、やる
ていうこれ考えはないんですか。今は福島県がその支援策を考えておりまして、それについてどういう支援が国としてできるのか、今後福島県とよく話していくということを考えております。いろんな施策、例えばこう福島県からのこの災害救助法から移行する支援策、それから、公営住宅の入居の円滑化措置、それから、地方創生の関連施策、そういったものが相まっていくということと認識しております。そう、だから首都圏の避難者とかって首都圏の避難者についても直接地方創生使えるものはないとしても、例えば福島県からのその支援措置、新たな支援措置、仮設の終了に伴う支援措置ですね、そういったもの、あるいは公営住宅の入居の円滑化、そういったものが当てはまるかと思っております。